平野紫耀、CM キャラでの独走。ナンバー、I、がファストフード業界に衝撃の登場。戸辺の躍進が企業との新たな契約潮流を生み出す。ジャニーズの伝統に風穴。日本のエンターテインメントシーンにおいて、新たな波が押し寄せています。ジャニーズ事務所に所属する平野紫耀を中心とする戸辺、当美のメンバーたちが、連日のようにテレビ CM に登場し、その活躍が社会に大きな影響を与えています。彼らは単なるアイドルグループを超え、コミュニティとイベントにおいて新たな可能性を提示しています。戸辺のメンバーである平野紫耀は、滝沢秀明氏の指名により数々の CM に立て続けに出演しています。これにより、ジャニーズ事務所の新たな活動方針が浮き彫りになっています。戸辺は、従来のジャニーズ出身者だけでなく、幅広いバックグラウンドを持つメンバーたちで構成されており、多様性と豊かさが注目を集めています。平野紫耀だけでなく、ナンバー I のメンバーたちも大手ラストフード店の CM に出演する噂が広がっています。これにより、彼らの活動はドラマやバラエティ番組にも広がる可能性が高まっています。戸辺の新しい波が、エンターテインメントの領域を拡張していく兆候と言えるでしょう。エンターテインメント業界では、かつてジャニーズ事務所に所属するタレントが多くの CM に出演していましたが、ジャニー喜多川氏の性暴力報道後、それが一時的に途絶える事態となりました。しかし、戸辺の台頭により、新しい時代が到来していると言えるでしょう。企業も新たな才能との契約に前向きな姿勢を見せ、エンターテインメントとビジネスの枠を超えたコラボレーションが進んでいます。一方で、戸辺の活動には賛否両論が存在します。神宮寺勇太や岸優太のファンからは、戸辺の成功が他のジャニーズメンバーを脇に追いやる可能性に対する懸念の声も聞こえます。一部のメディアでは、神宮勇太のバラエティ番組がスタートするとの噂もあり、戸辺と他のジャニーズメンバーとの微妙な関係が浮上しています。平野紫耀の CM キャラクター就任に際しては、渋谷に巨大広告が設置され、大手雑誌に一面広告が掲載されるなど、彼の存在感が一段と際立っています。その個性的で魅力的なキャラクターが、新しい時代のエンターテインメントにおいて一石を投じていることは明白です。ジャニーズ事務所を退所後、平野紫耀が出演するアルコール飲料の CM も話題となっています。東京03の勝田民さんとの掛け合いや独自の決め台詞が印象的なこの CM は、彼の個性を最大限に引き立てています。戸辺としてのグループ活動だけでなく、個々のメンバーが個性を発揮する場面も増えていることは、ファンにとっては嬉しい驚きでしょう。エンターテインメントの舞台裏では、ジャニーズ事務所との契約が続くかどうかが焦点となっています。一部の企業は、タレントとの直接契約に切り替えて CM 継続を決断したケースもあり、戸辺の成功が業界全体に新たな潮流をもたらしていると言えるでしょう。戸辺の活動は今後も注目を集めそうです。東京ドームでのスーパーライブや、新しいプロジェクトの進展に期待が寄せられています。ファンやエンターテインメント業界全体が、戸辺という新たな波にどのように乗り越えていくのか、ますます興味津々です。